認めないのですか。自らが歩み導いた結末を否定するのですか。こんなの、こんなの認められるわけないでしょ。ランの犠牲で偽りの世界にこもって、それに私だって責任取らなきゃいけないのに、私は何も取ってない。母さんにも父さんにも謝ってもいない。今一度聞きます。あなたはこの結末を認めないのですか。認めないわ、絶対に。いいでしょう。私が持つ9つの命と引き換えに、この結末と異なる時を目指し、新たな時を紡ぎましょう。チックタク、チックタク。命の犠牲を受理、新たな時は紡がれる。ボーン、ボーン。終幕、笑顔を見せて。え？よっしゃ、連中ぶっ潰してこの世界をサクッと救っちまおうぜ。そうすりゃ引き金を引いたかもしれない分はチャラになるかもしれないしな。待って！なんだよ姉ちゃん。待って。ねえ、タマは？タマ？何それ？何って。いいでしょう。私が持つ9つの命と引き換えに、この結末と異なる時を目指し、新たな時を紡ぎましょう。嘘、あれってもしかしてタマだったの？ねえラン、本当にタマを知らないの？私たちと一緒に、ずっと一緒に冒険してたよね。だからタマってなんだよ。姉ちゃんどうしたの？わけわかんねえって。ほんとどうしたんですかね。ラーンじゃなくてレーンがボケに回るなんて。セラフィー、どうして、どうしてここに？え、何、なんでセラフィーにびっくりしてんの？それこそずっと一緒に冒険してんじゃん。ほんとに姉ちゃんどうしたんだよ。ねえセラフィー、あなたならタマ知ってるよね。タマですか？もしかしたらですが、タマモ姫のタマですかね。レーンがどこで知ったのかわからないですが、ずいぶん懐かしい名前ですね。まったく、なんだかわかんないけど、さっさと連中ぶっ倒しに行こうぜ。ダメ！はあ？タマが命と引き換えにくれた新しい時なんだ。考えなきゃ。このまま行ってもダメなの？なんでラン、私たちの元々の目的って何だった？私たちはどうしてこの世界に来たの？なんだよ急に。いいから答えて。まあ元々って話なら、ミラージュ集めてれば記憶が戻るかもって話で、あと家族にも会えるかもってエナクロに言われてとか。そうだよ、奴らを倒すことなんて目的になかった。そりゃそうだろう、あんな奴らのこと知らなかったし。そもそもマシンをこの世界に呼んじまったのは俺らなんだから、責任を取らねえと。母さんや父さんと戦って、そして最後は自分も犠牲にして。はあ、何の話だよそれ。それに
奴らを倒してもこの世界も未来も何もいい結果にならない。私たちだって最後は。どうしたんだよ姉ちゃん、マジで何言ってるんだよ。まずマシン何とかしなきゃ。え、いやまあそうかもしれねえけど、この先にいるあいつらを倒してよ。だからそれじゃダメ、意味ないの。まずはあの穴を閉じなきゃ。それにはもっとミラージュを集めて、もっと力をつけて、もっと過去とも向き合わなきゃ。おい姉ちゃん。母さん父さん、やっぱアビン姉さんともちゃんと話さないと。それに姉ちゃん、ちょっといい加減に。ミラージュをもっと集めて強くなって穴を閉じる。奴らを倒すのはその後でいいよ。ちょっと待てって、そんな悠長なこと言ってる場合じゃ。だから急ごう、ミラージュ集めと穴塞ぎ。その前にアウィン姉さんを止めないと。ねえセラフィー、アウィン姉さんが呼び出してたミラージュのこと知ってる？え？ああ、わかりますよ。あれはセイレンですね。私と同じ風妖精界の族ですよ。セラフィーと同じ世界のミラージュなの？じゃあアミ姉さんのセイレーンとコンタクトって取れる？グリモワル内にいるのなら可能だと思いますね。じゃあお願い。わかりました。じゃあちょっと行ってきますね。あ、そうだ、最後に長いこと閉じ込めてしまって本当にごめんなさいって伝えて。謝っても済むことじゃないけど。はいはい、了解でーす。姉ちゃん、事情説明してくれよ。できるところはね。とにかく一回バラムガーデンに戻るわよ。デッキに行ってみましょう。